そうそう、行きつけの屋台があるんだけど、今晩はそこで一杯どう？屋台で思い出したんだけどさ、タピオカブームの時以上に最近唐揚げ屋が近所にオープンしまくっていてね。いや本当に同じ通り沿いに何店舗もできてて、え、この辺そんなに人住んでる？てかご近所さんって唐揚げしか食べてないの？って状態になってるんだけど、唐揚げブームが来てるのってこのど田舎だけですか？こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリをテーマにした作品で、主人公の名前はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回お送りするのはこちらの服部陽さんの絆ストーリーです。ブームというとやってみた動画ってあるじゃないですか。あれをまさにやりたいわけですけど、ここでニューオープンの唐揚げ屋に行ってみた動画なんてやったらハイパーしらけるのは目に見えているので、やってみた企画は服部さんにやらせることにしました。今回お届けするストーリーのカードはこちらです。 SR カード構えてみたです。何を構えるのか、まさか唐揚げ店舗を構えるみたいな奇跡はさすがに起こらないと思いますが、まずはカード付属のボイスをお聞きいただきましょう。もう次の行動は読めた。ストーリーは画面右下の通り2本立てです。演じてみたと分かりづらいの2つですね。後半はキャラクターボイス江口拓也さんのお声つきになりますが、これからお送りする前半部分は僭越ながら私のアフレコで失礼いたします。それでは早速ご覧いただきましょう。演じてみたです、どうぞ。何も知らないくせに。何も知らないさ、だから知りたいんだ。ああ、いい。洗濯物を握る手に力が入る。あ、またそれ見てる？それ、この間も再放送してなかったっけ？だって何度見たって飽きないですよ。まあそういう作品ありますよね。特にこの初めて思いが通じ合う名シーンは、一緒にいたらあなたは幸せになれない。それは違う。ああ。あれま、俺のシャツ、おばあさんみたいになっちゃって。シャツの性別は女性なんですね。は。握りしめていた洗濯物が、服部さんのシャツだったことを思い出す。思い出したんじゃなくて、指摘されたんですけどね。バカね。ああ、すいません。いいや、いいけどさ。このドラマの、どこがそんな好きなの？よくある普通の恋愛ドラマじゃない？そうですね。展開がいつもドラマチックなんですよね。音楽も綺麗だし、役者のセリフ一つ一つがまた良くて。ほう。まあ確かにいい作品ってそういう全てが絡み合ってますよね。どうでも良さそうな顔をして、服部さんもドラマを見る。前回の再放送の時は、1話から最終話まで一緒に見てくれたけど、興味ないのに付き合ってくれていたんだろうな。私以外にも女ならたくさんいるじゃない。君がいないとダメなんだ。え？君がいないとダメなんだ。あ？だけどずっと一緒にいることはできない。運命を信じるかい？俺はさっきまで信じてなかったんだ。運命を信じるかい？俺はさっきまで信じてなかったんだ。すごい。俳優のセリフを一語一句間違えることなく先読みをしている。エスパーですか？まさか。前に見たから覚えてるだけだよ。めちゃくちゃ頭いいんですね。前って。3ヶ月近く前なんだけど、その時に一回見ただけのものをこんなに正確に覚えてるって。家でこっそり予習していたら、なんかね、それはそれで可愛いですけどね。やっぱりすごい。だけど、俺が君を守るよ。どんな困難からも。女優のセリフが終わると、服部さんが俳優のセリフを続ける。なんか、服部さんに言われてるみたいで照れる。ん？そうね、
服部さんこういう言葉を素直に言うタイプじゃないからこそ貴重なシーンかもしれませんね。見られてる。こんなんだらけの人生になるわよ。君がいればそれだけで幸せなんだ。テレビではなく私の顔をじっと見ながら服部さんは俳優のセリフをささやく。本当にバカな人ね。自分でも知らなかったよ。こんなに誰かを好きになれるなんて。服部さんは涼しい顔で甘いセリフを完璧に続ける。これはドキドキする。やがてドラマのシーンはクライマックスに入り、ここからは結構濃厚なラブシーンが。君を俺のものにしたい。体も心も全てを。服部さんの顔はすぐ目の前だ。これってこのまま来て。とうとう来る。抱いていいかい。わかってるでしょ。テレビの中では俳優と女優の濃い絡みが繰り広げられている。一方私と服部さんの距離は変わらず。服部さん、やめた。え、なんか飽きちゃった。マイペース。俳優とはまるで違う言葉が返ってきてた。服部さんらしい言葉が返ってきましたね。あれ、お預け食らったって顔してるね。ドラマみたいにしてほしかった。いや。おお。私の反応に満足したらしく、服部さんは立ち上がる。やられた。こういうからかうのもお好きですからね。私をからかったわね。どう思う？この辺の絡みも分かった上で言ったのかもしれませんね。どう思う？じゃないよ。まったくもう。テレビの電源を消して、縮み切った服部さんのシャツのシワを手で伸ばす。アイロンでやってあげて。だけど。ほら、マトリちゃん、早く寝るよ。おいで。もう。服部さんの意地悪に、また今日も翻弄されてしまった。ドラマの続きが現実にはあるということね。私は彼の手を取る。静かな夜の帳に包まれて、私たちは二人だけの優しい時間を過ごした。いやあ、ドラマの再放送どころか、リメイク版をリアルで実現してくれるなんて、ロマンチックすぎるストーリーでしたね。今頃、布団のシーツのシワがおじいちゃんみたいになっていることでしょう。さて、続きましてはお待ちかね、キャラクターボイス江口拓也さんのお声付きのストーリー、わかりづらいです。どうぞ。レストランで一人ランチをしていると、不意に気だらげな声がかかって、私は顔を上げた。こんな眺めのいいレストランで一人ランチ、贅沢なところに服部さんがやってくるんだね。あれ、マトリちゃん一人？服部さん、お疲れ様です。一人ですよ。混んでるし、いい？相席ランチの展開ですね。どうぞと頷いた。君みたいな子はお昼はお仲間さんたちと食べるもんかと思ってたよ。一緒の時もありますが、うちの子はみんな自由なので。あ、でもフリーダムに見えて、必要な時はしっかり連携取れるんですけどね。まあ苦手なところを補い合うっていうのがチームですもんね。注文を終え、頬杖をついた服部さんに笑顔で話す。詳しくはお話できませんけど、この間の山も。昼休みも仕事の話とか、色気ないね。まあまるでね、その話を誘い出すような質問でしたけどね。しみじみと若干哀れむように言われて、私は平行した。それはまあ否定できませんけど。それに
男の前で別の男どもの話をするってのもいただけないんじゃないの？お、嫉妬でもしてるんでしょうか？え？そりゃ年は一回り離れてるけど、男と女が仕事外で向かい合ってて何も思うことない？お、女として意識してるんでしょうか？え、本当にたまたま同じ店に来ただけだと思う？実は君を追ってきたんだったらどうしますかね？まあ仕事から尾行は得意ですもんね。覗き込むように見つめられ、予想外の話の流れに戸惑ってしまうけれど、胸の奥にかすかなざわめきを覚えたところで、はあ、まあそんな自意識過剰な女だったら最初からもっとそれなりの色気出てるか。な、からかわれたのだと気づいて、私は自分の方が熱くなるのを感じた。残っていた定食を一気に書き込み、早々に席を立つ。そういうの失礼だと思います。お先に失礼します。まあね、セクハラにもなりかねないよね。言うだけ言って、私は服部さんに背を向けた。その瞬間、ぽつりと低いつぶやきが聞こえて、かわいいな。はい？思わず振り返るものの、服部さんは真顔で定食を食べ始めていて、真意はさっぱりわからなかった。こういうのも仕掛けてきますよね。まあでも確かにね、色気のある女が好きだなんて一言も言ってないですしね、可愛いところが好みなのかもしれませんよ。というわけで、もともと本音が分かりづらいキャラクターではありますが、それを象徴するようなストーリーをご覧いただきました。まあでもお話の中にもありましたけど、一回り近く年下の女性を相手に包み隠さず本音で接していくって、男からすると気恥ずかしいところがあるんですよね。それこそ恋愛対象として意識するお相手だとしたら、頼りにされる自分でいたいというプライドも出てきますし、まあこういうね、男のプライドなんて大抵は余計なものだったりもするんだけど、それも含めて接してもらえると、うまいこと持ちつ持たれつの関係性になっていくんじゃないかなと、そんな感じがいたします。このチャンネルも余計なプライドで運営されていること、どうかお許しください。さて、そんな感じで男性目線で彼の気持ちを紐解いていく乙女ゲーム実況のコンセプトで今後もやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。